皆さんこんにちは、マックスムです。久しぶりです、リオナイト、シゲシゲ、アラミンド、よし。第1回、フレディ・マーキュリー選手権。フレディ・マーキュリー選手権ね、OK。 パセ練習ですね。からやりますね。いいかな、 OK。 最後やってば、やろうぜやろうぜ、フレディ・マーキュリー選手権盛り上がっていこうよ。何？2019年11月14日に歌声がどれだけフレディ・マーキュリーに似ているのかを判定するウェブアプリフレディメーターっていうのが発表されました。フレディメーター、強そう。似てるかどうか。いや、これでもね、ちゃんと Google さんが開発して、Google が開発してやってるやつです。どこに金かけてんの、 Google が。フレディ度を判定する AI は Google リサーチが開発した機械学習モデルを用いて教育されています。すごい。このシステムを活用すれば、もしかすると他の有名シンガーのそっくり度合いも判定できるようになるかもしれない。っていうアプリです。これフレディ・マーキュリーに似てたら、ワンチャン吹き替えのオファーが来るんですよ。おわぁ、書いてあったアイさんみたいな。確かに吹き替えのオファー。待って、ホエミアンタッサーにレギュラーじゃない。来るんですよ。しかも来るんですよって割と断定気味に来ましたけど、来ないっすよ。いや、白羽の矢が立ちますよ。一体がこう、そのつもりで真剣にやる覚悟あんのか。あるぞ。すごい白羽の矢。よし、やろう。早速やっていきましょう。どのフレーズやるの。確かに。はい、一応見てもらったら分かります。カラオケやってるんで。すごちゃんとしてる。Let's do it。フレディメーター。レッツディーちょっと書いてある。押して、とりあえず真ん中で見ながらやろう。押して。あなたレディ・マーキュリーのように歌うことができますか。Can you sing like って。レディ・マーキュリーより歌いたいと思ったの。ねえ感ないっす。別に目指したことねえから。いや、でもカラオケで歌われたことあるな。フレディ・マーキュリーってどんどんちゃうんですか。どんどんちゃう。あ、それで言うとめっちゃ曲選びますよ。ドンストップミーナウ、ウィーアーズチャンピオン、ボヘミアン・ラプソディ。割とむずいよ。しかもあれ全然チャンピオンないです。チャンピオンドンストップミーナウとかめっちゃむずい。いや、むずい。早すぎる。テンポが早すぎる。最初一番できるよ。じゃんけん勝った人、負けた人じゃなくて勝った人がいるの。最初はグー、じゃんけん、はい、アイコンでしょ。最初はグー、じゃんけん。一番最初全然自信ないよ。もう始めるの。曲これですよっていうことです。寂しくわかんないですよ。あんたならできる。そうだよ、しげさん。スタートシング。始まった。そういうこと？This time after time 頭にセンテンス止まった。We can't hear you。 あなたの声が聞こえない。認識されてない。結構近くでやった方がいいですかね。いや、プリーズ。これ相当クイーン好きな人がやるやつだよ、これ。寂しくわかんない。これなっちゃダメだよ。まさかね、A メロから来ると思わなかった。まさかの。フルコーラス。マジで。Time after time。わかんねえよ。I met a few。My friends, and we keep on fighting to the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world.41%大したもんだよ。これは疲れる。これは大したもんだよ。すごい3分の1以上プレイってこと
殺すじゃない。殺すじゃない。殺す大将なんだよ。これは酸欠だ。疲れる。これは疲れる。ピッチ49。メロディー以上。だって寂しかわかんないんだもん。寂しかわかんないよ。トライアゲイン。トライアゲイン。あ、すごい細かくて、あ、すごい動画撮れてるよ。おお、やべえ。え、投稿しよう、投稿しよう。ダウンロードビデオ。投稿しない。投稿しない。投稿しない。早めに行かせてくれ。だから村井さん、これ早めに行かせてくれ。ほっとしてます。だから俺とボーイ行って最後ボヘミアンですね。それか。待ってください、私ボヘミアンわかんないっす。大丈夫です。大丈夫です。じゃあ行きます。いや、寄せに行きたいじゃないですか。じゃあ寄せに行きたいじゃないか。フレディにボーイ何で行くの。じゃあ、ドンストップインラブ。うん、あ、いい。ドンストップインラブ行きます。いいと思う、いいと思う。行きます。初見だ。はい。ドンストップインラブ。ドンストップミーラブ。あとはボヘミアン・ラプソディとサンバディ・トゥ・ラブ。俺は知ってんの1個もねえじゃねえかよ。もう知ってんの2つ歌われちゃったよ。Don't stop me now。 でもこれみんなでコーラスをする曲ですから。あ、じゃあ歌っていいってこと。 Don't stop me now のところはみんなでやりますよね。それがどこか全然わかんない。いや、予想でいきましょう。予想で。 Don't stop me now。 います。村井さんがそこだと思ってる。歌っていい。いきますよ。はい。I'm gonna have good time. I feel alive. And the world really so to me now. Don't stop me now. I'm a good day. I'm a good day. I see the star. The many hearts can do that.That is sweet. I'm a British man, pretty kind, and make it better. I'm a good girl, 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 girl. That is sweet. I'm gonna do the same. Together with you, just stay together with the hand and the hand. I'm a better man, so be it. And I'm just gonna tell you. Don't be so loud.Having you said good days, having you said don't stop me now. I'm having a good day, and that's just the day that they can't stop me now. Don't stop me now. That I know that I'm sorry. すごいよ。もうほぼ見えなかった。見るもんじゃないの。音も聞こえねえっす。でもこれフレディじゃねえ。なりきる。そうそう、フレディになりきるかな。歌詞なんじゃないか。関係ねえか。魂だから。すげえ時間かかってますよ。だってだから迷ってんすよ。あれ、フレディじゃねえと思ってんじゃないですか、 AI が。確かに。確かに。俺がボヘミアン・ラプソディシーズン2ですか。あ、来た。どんそっくり。オファー来ますよ、これ。あ、来る。村毛書いてあるか。はい。確かに、それ大事ですね。村毛書いてある。これまだ歌ってない。ちょっと識別難しいんじゃないこれ。両手バイスがいいな。確かに。で、ローディングシューズ、ほら。ドンミーナウたくさんしちゃったからさ。あ、まあまあね。しかも俺、あれですよ。ドンミーナウ出てないところから言ってましたよ。謎の俺らのハモリがあって。魂だから。ハモリって魂だから。CPU 苦労しすぎやろ、これ。めっちゃ時間かかってるな。めっちゃ時間かかってる。なんで。これめっちゃダメだ。解析不能だ、これ。あー、天才すぎたか。もうこれ選ったよ、これ。選びましたね。これ、ちょっと、そうですね。知ってるのでいいっすか。いいよ。はい。初見無理すぎませんか。確かに。無理すぎる。いやいやいや、知ってるので行こう。知ってる。Don't stop me now なら知ってる。一応。行こう。あと一個だけ言っていい。何すか。もうすでに体力がつきました。大丈夫です。さっきほどのテンションでちょっと入れない。言いましょう。さっきほどのテンションでちょっと、あの、賑やかしができない。ああ、賑やか、それはもう。いやいや、それは、魂だから。フレディだから。あ、確かに。フレディそのこと言わないし、納得するの早いですよ。フレディが逃げ口できないって言わない。しまない。逃げ口しないですけどね、フレディ。主役だから。これちょっと。これ持った方がいいですよ。もう聞こえないです。持たないと。映像見ていいですか、もう一回。ダメ。ダメなんだ。ダメだった。よく聞いてる、こうやって。さっきも横の声で何だか分からなかったよね。行くぞ。いけ。フレディに寄せる趣旨でしょ。そうそうそう。よし、ナミさん一番近い。I'm gonna have myself a real good time. あ、どこなんだ。あ、どうぞ先生。So don't need love.
ダウン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 ダクイーンとはちょっと距離ある。ランパイ、クイーンその好きじゃん。ランパイ、なんでその90番。いや、無理でしょ、なんで。90番来た。相当練習必要ですよ。ほんとっすよ。結果、グッサンが一番フレディに似てるってことで。いいっすね。いやね、濃さね。濃さね。濃さで言ったら、グッサンが一番似てる。グッサンが優勝ってことで。顔面って言うと。顔面で、フレディ選手がグッサン。第1回って言ってたから、第2回が怖い。